こんにちは。ABEX アーティストアカデミー大阪校のボーカルインストラクター三谷です。今日は、トランスポーズ相対音感トレーニングをやっていきたいと思います。レベル2でした。書いてない。で、ここに書いてるみたいにトランスポーズとはキー変更のことです。転調じゃないね。キー変えたっていうことになってます。まあ、カラオケでキーを、まあ、プラス1とかマイナス2とか、まあ、あんな感じのやつです。で、これが何にいいかというと、まあ、キー変えた、言ったら伴奏やったりとかをすぐ聴いてすぐ歌い出せるかっていうここですね。その原曲の音しか聴いてなかったらやっぱりその音その音で覚えると、まあ、ちょっと曲の雰囲気が変わったりとかすると、え、どの音歌い出し何とかになってしまうとやっぱりまずいので、どのキーになってもすぐ歌い出しができるよっていう状態にしておくことがすごく大事で、まあ、それがね分かってなかったらもうピッチ、そもそもピッチとかじゃなくてもう音が分かれへんみたいになってもったら大事件になるので、それをなしにしていくために何が必要かといったら、この相対音感っていうのを鍛えるっていうのが大事になってきます。後半の方は相対音感トレーニングのもっともっと噛み砕いたトレーニングの仕方をやっていきたいと思うので、まずはトランスポーズ、これをちょっと実際にレッスンでどうやってるかっていうのをやっていきたいと思います。そうですね、あやかさんの合言葉の曲を使ってちょっとやっていこうかな。まあ、原曲のキーがこのキーになってて、ドメイナ、まあ、このキーになってます。合言葉、次も変えていきたいと思います。でレッスンではちらっとこんな感じで最初のコードをみんなに聞いてもらって、最初の歌い出しのスタートですね、透明な合言葉、これをどの音からか始まるかどうかっていうのを実験的にやっていきます。わかるかな、わかる人はこれを聞いてスタートの音がわかると思うねんけれども、原曲よりも今実際にキーはプラス1にしております。このスタートはドメイナ、このキーになります。合言葉、思い浮かべれ
れてたら OK です。いけるかな。そう、行ってみましょう。そういうのを使って、まあ、カラオケに行った時に自分でピッてキーをパパパって変えて歌い出しの練習するっていうのももちろん練習になるので、ぜひぜひやってみてください。それでは頑張って。